はい、こんにちは。今日はじゃじゃーん、ちょっと基本に戻って、初心に戻ってハーフリースを作りました。こんな感じです。もり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 。こちら本日手作りキットになっております。数えの方はまたご案内させていただきますので、ぜひ楽しんでください。にょにょ、セルリアがね、可愛かった。やっぱりこの時期はやっぱセルリアがね、いいですよね。ピンク、綺麗なピンクですね。このままドライになります。あと姫ひまわりとグラスペリアと千日子、ぜひ楽しんでください。わー、こんにちは。今日はじゃじゃん、手作りキットの作り方解説をしていきたいと思います。今日はたっぷり花材を使ってハーフリースを作ります。初心に戻って一番最初に私がよく作っていたリースを今から皆さんと一緒に作っていきたいと思います。こちらはキットになりますので、花材の方は7月の30日にオンラインショップで販売させていただきます。7月の30日の8時ですね、夜8時、20時に、販売スタートになります。もし作ってみたいなって方はオンラインショップを覗いてみてください。で、オンラインショップの方は、コメント欄の方に URL を貼り付けしておきます。では始めさせていただきます。はい、では材料がタタリカ、スターチス、オレンジ缶です。オレンジ缶、ちょっとクリーム色っぽいような色ですね。とセルリアさんが1本、セルリア、このままピンクでドライになります。今まだ生花なんですけど、この状態でそのまま生花になり、あ、生花じゃない、ドライになります。これとあと姫ひまわり、グラスペディアちゃん、ちっちゃい子で、これがコアラファンと言います。コアラファンと千日子のホワイトピンク、ちょっと薄いピンクですね、薄いピンクとユーカリをちょっと多めに使って、こちら銀世界になります。ユーカリ、銀世界、あ、ピョンって、これらを使ってハーフリースを作っていきます。かなりモリモリになるので楽しんでいただけるかなと思います。今日はシサラーサとかスパニッシュモスを巻かずにこのまま巻いていきます。材料ですね、全部ちょっと切ってほしいんですが、コアラハンなんかはこれくらい、こういう風に節ごとに切る感じですね。節ごとに切っていきます。で、ユーカリさんなんかはちょっと長めに、気持ち長めに、この辺短くなっちゃうけど、気持ち長めにこれくらいですね、これくらいがベスト、これくらいの長さに切ってあげます。スターチスはこれくらいかな。やっぱりちょっと多すぎると思うので、まあ、全部つけちゃってもいいんですけど、ちょっとその量とかはご自身でお好みでやっていただければなと思います。で、セルリアをちょっと、この辺はちょっと短いので、この茎ごと切ります。この子、姫ひまわり、まあ、こんな感じで短くしていただいて、リモさん、はい、では切り分けをしていったので作っていきます。15センチ土台に植物たちをちょっと3から4種類くらいを束ねていただき、コアラハンはボリュームがこんな感じです。こんな感じで持っていただき、それをここに乗せて、これをワイヤーで巻きます。ワイヤーで巻いて、ちょっと最初のうちは止めていただき、
これを永遠と好きなところまでやっていきます。ちょっと持っていただいて、よいしょ、こんな感じです。お届けところにはひめひまりもドライになっているので、こんなくにゃくにゃはしてない、もうちょっとピンピンした状態でお届けになるので扱いやすいかなと思います。この子ちょっとボリュームがあるからこんな感じでいっちゃうかな。はい、ちょっとここで押さえてワイヤーを通して止めるって感じです。ではこれを永遠とやっていきます。で最後にグルーで千日紅をつけて完成です。セルリアさんなんかも時々こんな感じでナチュラルですね。はい、ではナチュラル可愛いを目指して作っていきたいと思います。ナチュラル可愛いを目指して作っていきたいと思います。よし、はい、じゃかじゃん。ちょっとここあれだったので、はい、でここにブルーで、もうね順番とか特に関係なくて大丈夫です。とりあえずこうぎゅうぎゅうに詰めていってあげるとこういう風になると思うので、これで基本ですね、基本のハーフリスを今日は千日紅をワシャワシャ入れて完成になります。じゃじゃん、千日紅。足りないのでタマラクコも少し、ちょっとちっちゃい木の実ですね、ちっちゃい木の実を少しつけておくのでお好みでご利用ください。こんな感じでブルーで、はい、完成です。
そしたら最後にここにリボンを、リボンはつけておくんですけど、もしお家のお好みのものがあったらそれでも全然大丈夫です。ユーカリはねちょっと多いかもしれないし、ちょっとまあ一応これよりは多めにつけておくんですけど、お好みでこっちの方まで巻いちゃっても全然可愛くなるので、ぜひやってみてください。では以上かな。ちょっと待って、はい、あら可愛い。はい、では基本の木、セルリアのハーフリス、セルリアちゃん、基本の木、ドライフラワーのハーフリスを今週はキットにしてみました。ちょっと初心に戻ってシンプルなハーフリスですね。でもちょっと全部一通り巻き巻きでやるので、それがまた楽しいかなと思います。ぜひ楽しんでください。では終わります。バイバーイ。